皆さん、こんにちは。またお会いしたんですね。早速、日本語能力試験 N2 文法対策の第2週の内容に入ります。大家好、很高兴再次见到大家。今天、我们将进入日语能力考試新二级语法对策第2週的内容。第2週、やればやるほど覚えられる。1日目、頑張った会があって、 頑張った会があって痩せました。没有白努力、瘦了。手術してまで痩せたいとは思わない。我可不想为了变瘦而去做手術。さて、皆さん。一日目の初めての文法項目、努力の会があってというのを一緒に見ましょう。首先、我们来看、第二周第一天的第一个语法项。 努力の会があって。ここで言う会というのは、名詞で、あること、あるいはある行為に値する値打ち、価値、効果、といったものを表します。会是一个名詞。它表示、做某事、或者某个行為的价值、效果。何々の会がある。 あるいは、〜の会があって、といった形で使われることが多いですね。经常以、言い、会がある、或者、会があって、这样的形式出現。会がある、つまり、〜する効果、あるいは、値打ちがある、という意味になります。会がある、表达、有、某种、效果。 有某种价值。ちなみに、か回という言葉の接続について一言を言い加えたいんですが、これはですね、名詞として動詞の連帯形の後につけます。あるいは、名詞の場合は、のをつけます。我们再来强调一下、か意这个詞的接续方式。主要接续在動詞的連体形。简单来说、就是動詞的原形、或者動詞的简体的过去式、之后。 或者、我们可以使用名詞、加上 No, 再加上 k a 这样的形式。さて、一緒に例文を見ますね。下面、我們來看例句。努力の買い合って、希望の大学に合格した。努力の買い合って、努力の効果がある。あるいは、努力に値する価値がある。也就是说、表示、努力有了效果、没有白白努力。努力見了成效。 考上了想上的大学。では、その次です。素敵な人と結婚できた。この年まで、また会があった。また会があったというのは、また効果があったという意味になります。和一个非常出色的人结了婚。没有白等到这个年纪。等待有了效果。值得等待。皆さん、ちゃんと、この会いという言葉の使い方を、 把握しましたかでは、次の例文を見ましょう。下面、我们再来看一些例句。行ってみた会があった。会いたい人に会えた。行ってみた会。没有白跑一趟。或者说、这一趟行程很有价值。见到了想见的人。一生懸命頑張った会があって、修理を収めた。奴隷没有白费。 获得了胜利。お客さんに喜んでいただいた。苦労の甲斐があった。得到了客户の满意。辛苦没有白费。では、その次です。手術の甲斐もなく、いがあるというのは、効果、あるいは価値があるという意味です。それに対してもちろん、いがないというのは、効果、あるいは価値がないという意味です。 カイガあ表达有某种效果，有某种价值。与此相对，カイガない或者カイモない，显然表达了一种没有价值、没有起到成效、没有见效这样的意思。カイガない，它的接续方法与カイガある完全一样。手術のカイもなく、愛犬が死んでしまった。手术白做了，或者说。 手術没有见效。愛犬死了。予選で落ちてしまい、一生懸命練習した斐がなかった。一生懸命練習した斐がなかった。練習した効果が現れなかった。という意味です。練習、没有起到应有的效果。在预赛中、失敗了。我们再来看下面の例句。復習の斐もなく、入学試験に落ちた。 白复习了，没有通过入学考试。わざわざ一大た一个がなく、あいにく友人专程跑了一趟，但是没有效果。很不巧，朋友不在家。好，下面我们来看第三个ヤリガイ。ヤリ这个词中的ガイ是一个接尾词，实际上它是由名词カイ演变而来，只不过它的发音变成了浊音。 接種在動詞的連用形、也就是マス形の後面、表示、做某事的价值。概というのは、設備語として動詞の連用形、つまりマス形の後につきます。そうすることの価値という意味を表します。やりがいのある仕事、やりがいがある、やる価値がある、值得做、有价值做、有价值的工作、值得做的工作、 教えがいのある生徒、值得教导的学生、教える効果が感じられるという意味になります。また、慣用として、生きがい、苦労のしがい、作りがいなどが挙げられます。此外、生きがい、生活の意義、生活の价值、苦労のしがい、辛苦で価値、值得辛苦、作りがい、做で価値、 頼みがい、豆付の价值。这几个詞、比较常用。希望大家、加深印象。次は、四つ目です。下面、おもら探偵四个。借金してまで。借金までして。までという言葉は、副助詞で、ここでは、程度の強さを強調する。そんなことまでという驚きを表します。 まで是一个副助詞。在这里表示程度很深。强调到達了一定程度、令人吃惊。動詞の形あるいは名詞の後につきます。まで可以继续在動詞的提形或者名詞的後面。では、例文を見ます。借金してまで海外旅行に行くなんて、私には信じられない。 居然借钱去海外旅行、我真是难以置信海外旅行に行くために借金までする。居然要借钱、到了这样的程度、令人惊讶。ではその次です。嫌な思いまでして、彼女と付き合うことないよ。あるいは嫌な思いをしてまで彼女と付き合うことないよ。そうするぐらいなら、やめるという意味です。 我可不想那么难受的去和他交往。我呀，你无所次你乞打个我可不想为了玩而撒谎，还到不了需要撒谎的那种程度。下面我们继续来看例句。你那么需要钱，甚至要去偷吗？ 量が多くて食べきれない時には無理をしてまで食べる必要はありません。在量很多吃不完的时時没有必要勉強的去吃。不需要那样做。違法行為をしてまで成功したいって理解できない。真的理解不了、为了成功居然去做违法的行為。では、練習の時間です。 1, 1.、遠くまで来る、来た、会があって、探していたものが見つかった。探していたもの、一直在寻找的东西。見つかった、找到了。那么、从上下的逻辑来看。来た、会があって、这趟来着了。有来的价值。正解は B ですね。正確答案是 B。2、 会社を休んでまで子供の運動会に来るなんて熱心な親だ。正解は A ですね。までは動詞の適用の後につきます。まで可以自主的動詞で停心方面。竟然、从公司请假来看孩子的運動会。真是热心的父母は。3、美味しい美味しいと食べてくれると料理も作りがいがある。正解は A です。 如果一直有人说好吃，而吃我做的菜的话，那我做菜也就有了意义。用高い薬を飲んだかもなく病気は治らなかった。吃了很贵的药，但是仍然没有见效，并没有治好。五犯人は顔まで変って逃げ続けた。这个犯人居然改变了容貌，继续逃跑。では次は練習2です。 諦めずに勉強を続けた斐があって試験に合格した。没有放棄、一直坚持学習。見了成效、考試、及格了。いくら仕事だと言っても、体を壊してまですることないんじゃありませんか虽然说是为了工作、但是、居然要把身体搞坏。这个实在是没有必要。ないんじゃありませんか ないじゃないか。不是没有必要吗这里是一种双重否定。さて、一日目はこれで終わります。